アントニオ・カルロス・ブラジレーロ・ジ・アウメーダ・ジョビンは、ブラジル出身の作曲家、編曲家、ミュージシャン、トム・ジョビンとも呼ばれる。20世紀のブラジル音楽を代表する作曲家である。1950年代後半、ジョアン・ジルベルト、ビニシウス・ジ・モライスなどとともに、白人中流階級以上の若者が創造したボサノバのオリジネーターとされている。多くのボサノバ歌手が、 ジョビンの作品を演奏し、音楽的ジャンルを超えて広く影響を及ぼした。父親は、作家、外交官、教授、ジャーナリストでありジョビンは、白人中流階級の出身だった。また、親戚には、上院議員、数密院顧問官、医師の男性もいた。ジョビンには裕福な家庭の出身だったが、学歴は十分には得られなかった。 1930年代から活動していた、ブラジル近代音楽の父と称されるピシンギーニャや、作曲家のエートルビライコールロボスの影響を強く受けており、ドビュッシーやモーリス・ラベルなどクラシックの音楽家からの影響も大きい。ギタリストのパウロ・ジョビンは息子、ピアニストのダニエル・ジョビンは孫で、ジョビンファミリーとして演奏活動を続けており、来日回数も多い。 リオデジャネイロの地獣家畜生まれ、14歳の頃からピアノを始め、また作曲を学び始める。音楽家として生きていきたいと願っていたが、家族を養うことを考えて、建築学校に入学する。しかし、音楽への夢を捨てきれず、ラジオやナイトクラブでのピアノ奏者として働いていたが、肌目筋なたりに見出され、コンチネンタルレコードに入社し、 曲の譜面を起こしや編曲などの仕事をこなす。1953年には、ブラジルのオデオンレコードのアーティスト兼、レコーディングディレクターとして採用される。また、この頃は特に、幼馴染みでもあったニュートン・メンドンサと共に、作曲活動を行っていた。ジョビンが脚光を浴びるようになったのは、作詞家で詩人のビニシウス・ジ・モライスが制作した舞台、オルフェウダ・コンセイさんのために制作した。 音楽によって出会った。この頃からジモライスと共に曲作りを行うようになる。彼らの共作の中には、後年も歌い継がれる曲が多くある。ジョビンとルイス・ボンファによる映画、黒いオルフェのサントラバンは世界的に有名になった。1959年には最初のボサノバソングとされる、思い溢れてをジョアン・ジルベルトがリリースする。この曲は、 サンバ缶さんの女王とも呼ばれる歌手エリゼッチ、カルドーゾのために作られた曲であった。ジョアンの画期的なギター奏法と、囁くような歌い方の斬新さに惚れ込んだジョビンが、以前虹モライスと共作した、思い溢れて、おジョアンに提供し、苦労の末レコードのリリースまでこぎつけた作品であった。次第に、この新しいサウンドは、従来のサンバ缶さんの重苦しさに否定的になっていた。 ブラジルの若者たちの心を捉え、ボサノバムーブメントを形成していった。思い溢れての登場以来、ジョアン・ジルベルトをはじめ、多くのボサノバアーティストが彼の曲を取り上げている。ジモライスと共作し、ジョアン・ジルベルトとスタン・ゲッツの共作アルバム、ゲッツ・ジルベルトから人気となった代表曲、イッパネマの娘はカバーするアーティストも多いと言われている。この曲により、 アストラット・ジルベルトも有名になった。ニュートン・メンドン・サとの共作、ジザ・フィナードやサンバ・ジューマ、ノタソも、ボサノバアーティストたちはもちろん、ジャズアーティストたちのカバー例も多い、ボサノバを代表する作品である。1965年には自身がボーカルを取る作品を初めて発表したが、その後1967年には、フランク・シュナドラとの共作を発表した。 アメリカにおいても彼の作品は人気を博した。同じく1967年には名プロデューサークリード・テイラーのレーベル CTI レコードから自身のインストゥルメンタルアルバムナミを発表した。このアルバムはクラウス・オガーマンがアレンジを担当したものである。さらにナミに続いて今度はブラジル出身の名アレンジャーエウミール・デオダートのアレンジのもと潮流 ストーンフラワーなどインストゥルメンタルアルバムの名作を次々とアメリカでレコーディングした。これらの CTI での作品はボサノバを基調としたクロスオーバーアルバムだった。1970年代に入るとジョビンの創作のスピードは落ちるものの好きな音楽を自由に楽しむというスタイルを推し進めた。ミューシャやエリス・レジーナとの共作で自身の歌も披露している。特に エリス・レジーナと共にリュエットした3月の水は人気作となった。その一方、もともとブラジル音楽をこよなく愛し、なおかつクラシック音楽の知識に豊富なジョビンらしく、ボサノバの枠にとらわれない壮大で技巧的な作品を残している。この頃のアルバムとしてはジョビンやウルブなどがある。1970年代後半にはアナベアトリス・ロントラと出会い、結婚。 1980年には、再び自身のボサノバの曲を、英語やポルトガル語を交えて歌った、アルバム、テラ・ブラジリスを、クラウス・オガーマンのプロデュースにて制作、発表した。ジモライスとの共作は、一パネマの娘が最後であったが、ジモライスの死まで友情は続いた。1980年のジモライスの死後には、家族を中心とした、バンド、バンダノバを結成して、共に、 楽曲の制作やライブを行う。バンダノバのメンバーは、息子であるパウロ・ジョビン、娘のエリサベッチ、ジョビン、シモーニ・カイミ、ダニー・ロ・カイミ、マウーシャ・アジネ、パウラ・モレン・マウムと、ジャッキス・モレン・マウムの夫妻、セバスチアン・ネット、パウロ・ブラーガ、そして、ジョビンの再婚後の妻穴であった。このバンダノバを通して、パッサリン、イネージと、そしてイサクとなった。 アントニオ・ブラジレイロといったアルバムがレコーディングされ、また1986年8月には来日も果たしている。また、環境問題に対する関心は強く、アマゾン熱帯雨林を保護するための活動を行い、同じく熱帯雨林保護の活動を行っていた、スティングなどとの交流もあった。その考え方は作品にも強い影響を及ぼしており、ウルブや、 ジョビンなどのアルバムでは自然をテーマにした曲も見受けられる。スティングはジョビンの遺作アントニオ・ブラジレーロに収録されたハウインセンシティブでジョビンと共演、ボーカルをとっている。1994年にニューヨークのマウント災内病院で心臓発作のため死去リオデジャネイロのサンジョアン・バチスタ墓地に埋葬された。ブラジルでは彼の死に際して大統領令が発され、 国民は3日間の藻に服したという。主にピアノ演奏を行っているが、ギターを弾いたりボーカルを取る作品もある。ジョビンは生前、リオデジャネイロの国際空港であるガレオン空港にしばしば通い、発着する飛行機を眺めることを好んでいた。ガレオンに着陸しようとする旅客機から見下ろされるリオの美しい風景をたたいた歌詞のジェット機のサンバは飛行機好きのジョビンが、 バリグブラジル航空の CM ソングとして作詞、作曲したナンバーである。ジョビン死後の1999年、彼の功績を称えるために、カレオン空港はアントニオ・カルロス・ジョビン国際空港と改名された。同空港の一部には、ジェット機のサンバの歌詞を刻んだプレートが飾られている。ちなみに若い頃のジョビンは、飛行機を見るのは好きでも登場することは、 大嫌いであったが、有名になるにつれ海外公演などで嫌でも、登場せざるを得なくなり、後年には飛行機嫌いを克服した。リオデジャネーロパラリンピックの大会マスコット、トムは彼の愛称に由来している。ありがとうございます。